お待たせをいたしました。続きまして安倍晋三候補よりお訴えでございます。皆様こんにちは。総裁選挙に立候補いたしました安倍晋三でございます。本日は本当にお忙しい中、この新宿駅前街頭に足を運んでいただきましたと熱く熱く御礼を申し上げます。14日以来、我々5人の候補者は沖縄からそして北海道、ずっとみんなで日本の未来を語ってまいりました。今日は私たちの議論に本当に深みと厚みを与えていただいた町村信長先生がここにおられない、残念であります。一日も早くお元気になってまた私たちをリードしていただきたい、そのことをお祈りしたいと思います。私は6年前、皆様からご期待をいただき総理に就任をいたしました。5年前、病気のためとはいえ突然総理の職を辞する結果となりました。改めて国民の皆様にここからお詫びを申し上げる次第でございます。この5年間責任をどう果たしていくべきかずっと考えてまいりました。昨年発災をした東日本大震災は今を生きる私たちにとって忘れ得ぬ出来事でありました。いまだに33万人もの方々が困難な生活を強いられています。今すぐ政治のリーダーシップで力強い本格的な復興に取り組んでいかなければなりません。また私たちは辛い経験ではありましたが、あの大震災を通じて私たち日本人にとって大切な価値とは何か、守るべきものとは何か、それを学ぶことができました。あの南三陸で女性職員が一人でも多くの住民を避難させようと最後までマイクを握って誘導に努め、若い尊い命を落としました。戦後ともすれば私たちは経済成長の中で経済至上主義で価値の基準を損か得かに置く、こんな風潮があったのも事実であります。しかし皆さん、彼女たちが取ったあの勇気ある行動は損得を超える価値があるんだということを私たちに示したんではないでしょうか。それは愛おしい家族を守るためであり、大切なふるさとを守るためであり、かけがえない私たちの国日本を守るためであります。時には誰かが命を懸けなければそれは守ることができないんだということを身をもって示してくれました。今日本の美しい海が、そして領土が脅かされようとしています。長引くデフレ、そして円高によって若い人たちは未来に希望を見出せないでいます。今この国難にあたって身を捨てて立ち向かいこの同志の声に応えていく決断を出しました。今日までこの選挙戦支えていただいた皆様に改めて御礼を申し上げます。皆様に日本の領土領海は、そして何よりも日本人の命は断固として守る、このことを宣言いたします。尖閣に対して中国が実効支配をしようとしている、私たちは断固としてこの島を守っていかなければいけない。そのためには皆さん、まず日米関係、同盟関係を再び
力強いものにしなければ、確かなものにしていかなければいけません。信頼のない同盟は、皆さん、紙切れと同じです。信頼のない友人のために、誰が命を懸けてくれるでしょうか。信頼を取り戻す。そのためにも、集団的自衛権の行使を認めていく必要があるんです。もし皆さん、アメリカの海軍の船と日本の海上自衛艦が、例えば尖閣の近くの公海上を航行していて、アメリカの船が襲われて、日本の海上自衛隊が何もせずに見ていたら、その瞬間に日米同盟は終わるんです。そういう説明を総理大臣がするだけで、日米同盟は傷ついていくんです。変えていこうではありませんか。この解釈を変えることによって日本はより守られます。そして地域はより安定した地域になっていくんです。そして皆さん、何よりもこの島は私たち自身の力で守っていくんですよ。この当たり前の決意を示していこうではありませんか。中国に日本を見くびらせてはならないんです。見くびったら結局中国にとっても悪い結果になっていく。中国がエネルギーが欲しいんであれば、日本の技術協力していきます。世界とともにルールの中でエネルギーを得て成長していく、そういう世界に導いていく必要があります。日本を見くびるような間違ったサインを民主党政権が送ってきた。これが今日の結果を招いているんです。私たちの国は断固として守る。そのためにも憲法改正に挑んでいかなければいけません。そのための国民投票法、安倍政権時代に成立をさせました。憲法改正への橋となる国民投票できました。この橋を渡って私たちの未来を、新しい憲法を作っていこうではありませんか。その時を迎えているんです。今の経済デフレが続いています。毎年給料が下がっていく。このデフレをなんとか克服するため、デフレ脱却、全ての政策を総動員する必要があります。政府と日本銀行が政策協調をして、デフレ脱却をして円高を是正し、そして経済を成長させていく新しい成長戦略を前に推し進めていかなければいけません。その鍵となるのは、皆さん、新しい技術、新しいビジネスアイデア、創造的な取り組み、イノベーションであります。このイノベーションにしっかりと国家支援を投入していく必要があるんです。安倍政権時代に日本に世界一のコンピューターを作るコンピューター系プランをスタートしました。なんで世界一じゃなければいけないの。あの妨害にも目です、皆さん。世界一になったんですよ。この世界一のコンピューターで、パーキンソンやアルツハイマー、うつ病といった難しい病気の画期的新薬、この薬の開発が行われています。このスーパーコンピューターによって治験期間も大幅に短くなっていくんです。私たちは皆さん、イノベーションによって健康を取り戻し、そして何兆円という富を生み出していくこともできるんです。そしてさらには皆さん、世界から投資が入ってくる、人材が入ってくる、そういうオープンな経済を作っていく必要があります。さらには女性にとって、また若い皆さんにとって、そしてお年寄りにとって、障害者の皆さんにとって、ハードルのないオープンな自由な経済を、そして社会を作っていくことによって、日本は必ず成長していきます。私は政権を担い、挫折を含めて様々なことを学びました。このことを生かして、この難局にぶつかってまいります。日本は黄昏を迎えている、そんなことを言う人がいます。決してそんなことはないんです。皆さん、日本には限りない可能性があります。
今私たちが何をするかにかかっているんです。今こそ政治のリーダーシップで必ず日本は輝ける新しい朝を迎えることができます。皆さんよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん安倍候補に今一度大きな拍手をお願いいたします。